皆さんは義母愛子という名前を聞いてどういうイメージが浮かぶでしょうか。1980年代のオカルトブーム。このブームをきっかけに話題になった霊能者です。2003年にお亡くなりになりました。71歳の生涯。その生涯は波乱に飛んで、そして霊能者としての その能力を遺憾なく主にテレビの視聴者に向けて発信したんです。その能力、霊能者としての力、それは果たして本当なのか、それとも前かしなのか、亡くなってからもそれは答えが出ないまま、あらゆる方々によって論争されている状態です。数々のテレビ出演の中でも亡くなった方との その例との会話、それによって何を訴えているか、そういうこともすべて義母さん自身は分かってらっしゃいました。しかしそれが本当なのか、それともそうではないのか、そういうお話になるということなんですが、私がここで語らせていただくお話、これは私がまだ漫才師として、 若手だった頃、演芸の世界に足を踏み入れた頃、若手芸人が集まるお笑い番組がありました。その番組の収録の直前、控え室で同じような年の芸人が集まって何気なく話をしていた。それは1980年代の終わり頃、そんな時代のお話です。若手芸人同士が集まって何気なく 面白いお話をお互いし合う。その中に義母愛子さんの名前というのが普通に飛び交っていました。それほど義母さんというのは当時大きく話題になっていたということなんです。芸人が集まって義母さんのことを話題にするとなるとどうしてもお笑いの部分の表現になります。そんな控え室に番組のディレクターさんが入ってきましてね。 何の話をしてるのって聞いてきた。義母さんの話です。すると、そのディレクターさんが、ああ、義母さんか。まあ、いろいろ言われてるけどな。俺と同期で、このテレビの制作の世界に入った人間がいててな。大阪の制作の場所から東京に引っ越しをして、向こうの番組制作、それに関わっているんだけど、彼が、 まだまだ若手のアシスタントディレクター、AD だった頃、その頃に義母さんと一緒に仕事をする、そういう現場があった。その時の話を彼に聞いたことがあるんだけどって、そんなことをね、そのディレクターさんがおっしゃったんですよ。我々、当時話題になっている義母愛子さん、お会いしたこともなければということなんですが、ああ、そうか、テレビの世界に入ると、 ギボさんと身近に接しているような方、そういう方の話っていうのがこうやって我々のところに伝わってくるんだっていう、妙に何かミーハーメイたような感じになりましてね、我々若手芸人、そのディレクターさんの話を聞き出したんですよ。すると、そのディレクターさんが我々に語ってくださった。その知り合いのテレビ番の方、東京に引っ越したという方、その方が AD 時代、おそらく 年代としては1980年代の最初の頃と思うんですが、当時 AD さんだったその方、とある放送局の番組で義母愛子さんの霊視を収録する、そういうロケに立ち会ったっていうんです。その番組の内容的には私は詳しく聞けていないんですけども、概要で言いますと山深い場所、 古くから存在する家。その家の中の霊子だったということです。その場所に大きな観光バスのようなもの。そこに番組のスタッフと、そして義母愛子さん。事務所の方というかマネージャーさんなんでしょう。その方も乗った状態で現場に向かったというです。東京の放送局からですからね。少し時間がかかるような場所だったんでしょう。 そのロケ場所について、スタッフさんが皆さん、そこの家に向かって中でいろいろ撮影の準備をする。その準備が整うまで、義母愛子さんと事務所の方、バスの中でゆっくり休んでおいてくださいというのはそんな感じだったっていうんです。そしてその AD さん、いろいろ撮影の準備を手伝っている中で、ディレクターさんに言われたんですね、そろそろ義母先生を呼んできてくれないかということだった。 AD さん、義母愛子さんを呼びにバスのところに向かっていく。時間で言いますと、U グレード、薄暗くなっている中、AD さん、バスに向かって進んでいく。すると、そのバスの中から何か声が外に対して聞こえてるっていうんですね。それ、AD さん、あ、義母愛子さんがバスの中で喋ってらっしゃるのかと思って、 まあ、事務所の方も一緒ですからね。何か幸せめいたことを話をしているのかと思って。またそんなところに自分が入りにくいなと思ったんですが、ディレクターさんには呼んできてくれと言われているわけですから。どうしたものかと思いましてね。バスの後部座席のところにギボあいこさん座ってらっしゃるということで、バスの後ろの方に、外側からずーっと歩いて回りましてね。そこからその中の様子、ガラス越しに見ようと思ったんですよね。 で、パッとこう背伸びをする形でバスの中をじーっとこうその AD さん見たんですよ。すると、後部座席のところで義母さんがこちらに向かって背中を向けるような形で話をしているっていうんですね。ああ、そうか。まあでも、呼んできてくれと言われてるし、このまま話が終わるまで待つのもと思ったので、バスの扉があります。前の部分まで AD さん。 歩いていった。本来、そのバスっていうのは、運転手さん、常に乗ってらっしゃる状態ですから、その前に立つと、扉がシューッとこう開くような感じなんですが、行きますとね、運転手さんいらっしゃらなかったっていうんですね。それは、外にタバコを吸いに行っていたのか、トイレに行っていたのか、運転席にはいなかったということなんです。ですから、扉の部分っていうのは、開いた状態になっていた。季節としては、 春から夏にかけての時期ということで、まだ涼しくもあり、そしてその山合いの場所っていうところに、そんなにこう虫が出るっていうわけでもなかったんで、そこを開けた状態にしたからといって中に何か入ってくるっていうわけでもなかったんでしょうけどね。エリーさん、その開いたバスの入り口から中へスッと入った。失礼しますっていう大きな声で入りにくいような、そんな空気を感じたっていうんですね。 で、そのままそろーっと中に入る。中に入るとやはり義母さんの話し声が聞こえるんですが、それ、会話をしている。つまり相手がいるんですよね。あっと思ってね、そのままバスの段になっているところ、どんどんと上がって、車内にぐっとその AD さん入るんですよね。そうしましたら、 後部座席に座っている義母さんの姿が見えた。それが横顔が見えたということなんです。エリーさんから見て、後部座席の右側のところ、その部分に義母さんが座っている。そして左の方を見ながら話をしている。左の義母さんが見ている、そこに人が座っているって言うんですよ。事務所の方も一緒にロケに来てますから。ああ、事務所の方と話をしてるんだってエリーさん思ったんですが、ああ、違う。なぜなら義母さん、 女性のスタッフさんと来てるんですが、今義母さんが話をしている相手っていうのは男性なんですよ。事務所の方も外に行ってるのか。じゃあバスの中は義母さん一人のはずなんですが、この状況は一体どういうことなんだって思った。その男性も横顔というのか。 それにしては体が座るようにしながら顔だけ義母さんの方に向けてるようなそんな感じでもない。義母さんの真前に立って義母さんを見てるようなそういう違和感のある座り方だったっていうんです。それ AD さん気づきましてね。で、しばらくその AD さんバスの通路の運転席の横ぐらいに立ち尽くした状態で その二人が話している様子をじーっと見ていた。じーっと見ていたというか、その瞬間自分自身の体が動かなくなってるような、そんな感じ、後で振り返ればっていうことなんですが、そんな状態で自分はそれを行視してる。で、義母さんとその男性の声、それも、義母さん自身が横顔をということなんですが、これ、まともにその横を見るというよりも、 どちらかというと、斜めにこういう感じで、薄く義母さん、目を閉じるような状態で、顔を斜めにするような形で、その男性の方に向かって話をしている。つまり、目を見て話はしていないんですよね。でも、男性は男性でずっとその義母さんを見ながら、言葉を発している。言葉の内容はわからないんですが。 スーツを着た単発の男性。年齢で言うと50代半ばぐらいのような、そんな感じ。その男性がそこにいたっていうんですね。どれぐらい時間が経ったのか、突然、あのー、すいませんっていう声で、ふっと我に返った。後ろ振り返ると、ディレクターさんが立ってる。それも何かやきもきしたような感じ。なかなか来ないから、自分自身が呼びに来た。そしてその AD さんごしの義母先生に向かって、あ、先生、 そろそろいいですかってこうなった。その AD さん、はっと思って、ディレクターさんを見ていた方から振り返って、元の方に視線を戻すんですけどね。あれ、そこにいるのは、義母さんだけなんですよ。義母さんが、少し顔を斜めに上げるようにして、薄めを閉じて、話を聞いていた、その男性が、その場所から姿いなくなってるんです。一瞬のことだったんですよね。 で、ギボーイコさんも、あ、わかりましたってこうなるんですけどね。その後、撮影が終わって、ディレクターさんに、お前なんて呼びに行かないんだ。遅いだろ、帰ってくるのがってこうなったんですけど、そこで、ディレクターさんに、その話をすることっていうのは、AD さんやめたそうです。というのも、番組の撮影が終わった後、編集をするという段になって、作業をしていく補佐も、 その AD さんは担当をしたんですけど、その時、ロケに行った先、撮影に行った先の家、そこに一体何があったのかとか、そこに住んでいた方の何がという、そういうデータ的なものが用意されていて、それが番組の編集の中の写真で使われたり、ナレーションで使われたりするんで、そういう原稿も自分が書いたりとかいうことを補佐するんですけどね。義母さんが霊視を行った。 その家に住んでいたという男性の写真、それを見たときに AD さんははっと思った。あのバスの中で義母さんと話をしていた男性だ。自分が見たのは横顔ではあったんですが、短髪でスーツ姿で、そして50代半ば。まさにその男性がその写真では真正面向いて写ってる。それは 家族の方からの提供の写真ともすれば、葬儀の時に使われていた写真なのかもしれません。AD さん自身は正面からそのバスの中でその方の顔を見たわけではないんですが、横顔であったとしても、この顔だって思ったっていうんですね。義母さんは、あのバスの中で、霊視をする男性と話をしていたということなんだ。そういうふうにその方ね、 思うしか答えがないんですよね。というのも、男性、バスの後部座席で真正面に義母さんがいるような形で話をしていたっていう違和感のある座り方というよりも、あの部分に男性が漂っていたのかって思った。だから不自然なあの体の向きになっていたんだ。ディレクターさんに怒られた AD さん。 なぜその時に義母さんに起きた不思議な話、それを目撃した自分の話をしなかったのかっていうことなんですけど、私に話をしてくださった、そのディレクターさんが言うには、あいつ、どうも昔からいろいろ見えるらしい。で、そんな自分が義母愛子さんの番組に立ち会うことになって、えらい喜んだみたいなんだけど、その現場で義母さんと そしてその霊視をする相手である。その男性の霊。その会話をしている姿っていうのを自分が見たことで、自分の霊感的なもの。それに確信を持った。でも、それがゆえに、ディレクターさんにその話をしたところで、こいつ何を言ってるんだって思われることもあって、彼は言わなかったみたい。 義母さんに本当に能力があるのかどうか、そういう話ってまあ今でもよく言われてるけどな。でもその俺の知り合いの話聞いたら、それもまた不思議なことだろうって、そんな話をしてくださったんです。私、その話を聞いたのがもう今から三十数年前になるんですが、その時にそれを聞いて不思議な話の一つだなというふうな感じで処理をしていました。 しかし昨今の義母愛子という人のこの能力、これが本当なのか、いや、そうではないのかという、そんな話が彼女の死後にいろいろ言われるようになった時、ふとしたタイミングで私、義母さんのことを全く知らなかったんで、調べたんですよ。すると義母さんは右の耳が聞こえなかった。 その右の耳で例の話を聞いた。そういう文献に当たりました。あのロケのバスの中で義母さんが自分の目の前にいる男性の例と話をしていた。その時の義母さんの姿勢、AD さんに話を聞いたあの義母さんの姿勢が結びついたんですよね。というのは義母さん、その例の話を聞きながら薄目を閉じて 顔を斜めに上げてたっていう話なんですよね。それちょうど右の耳が一番その霊に向かって届く場所にあるということなんですよね。義母さんが普段そういう形で霊視をしていたのか私はわからないんですが、ただその文献、それに行き当たった時に、そうか。a ーさんの話、義母さんが話をしていたあの男性の霊に向かって、 顔を斜めにしていたっていうこと、それはあの耳で声を聞くためだったんだっていうふうに、私の中ではそこで繋がりました。素晴らしい人柄で、例の思いを真剣に聞く、義母愛子さんの真摯な姿が、そこにあったのかもしれません。